皆さんどうも。第2回ということで、今回は V シリーズの曲をざっくり紹介していくよ。今回のトップバッターはホワイトトルネードだよ。ブラックホライズンに続くトリックトラックの2曲目だね。色プラス自然を曲名とした超絶技巧インストだよ。変拍子でこそないものの、前作のブラックホライズンより難しくなっていて苦労した人も多いはず。なんなら今でも苦労してる。そしてこのムービーも良いね。今までは紙芝居みたいな感じだったんだけど、基盤が変わってムービーを搭載できるようになり、時代の進化を感じたね。ギタドラ V のもう一つのエクストラがこちら、エンシェントブリーズだよ。小野さんの厳かなピアノから始まり、神秘的ながら激しく盛り上がっていく曲なんだ。変拍子でリズムなんではあるものの、先ほどのホワイトトルネードに比べるとドラムとベースは精度出しやすいので、当時はこの曲からアンコールなどに進出する人が多かったんだ。補足だけど、今で言うアンコールと当時のアンコールは意味合いが違うんだ。前回話しておけばよかったね。ごめんね。先ほどドラムとベースは精度出しやすいと言ったけど、問題なのはギターなんだ。後半から奇数偶数が混じるオルタが増えて、息つなぎきるのが非常に難しいんだ。変拍子なのも相まって非常に難解で、半ば覚えゲーって感じなんだけど、逆にそれを生かしバトルで武器にする猛者もいたとか。不意打ちで来られたらきついね。前作ギター11ドラム10ではフレアン枠がなかったんだけど、今作からはアンコとフレアンの2段構えが復活したよ。こちらは V のアンコールであるフェアリーテイルスだよ。ここ数作で毎回 DD シリーズを書いていた泉さんが、暗い曲ばっかりやら明るい曲作りたいとダダをこねた結果、明るくきらびやかで壮大な曲が生まれたんだってさ。ムービーも過去作で登場したキャラが出てきたりの、お祭り感の触れる雰囲気に仕上がってるんだよ。中には一作で削除された反転曲に出てきたキャラもいて、いろいろびっくりした思い出があるよ。この曲もデイドリームシリーズと同様にシリーズ化されていくんだけど、初代 DD と違って初代 FT は難易度的には抑えめだよ。そんなこと言っていられるのもこの曲だけなんだけど、 V のラストを飾るのはティッツ・サウバー・フローチャーだよ。和訳でマテキと呼ばれることが多いね。前作の公式ページで展開されていた企画にて3人組が3組結成されたんだ。アーティストのワンニャンパニックスはそのうちの一つで、メンバーはハサキ、トモスケ、トモ秀幸の3人なんだ。企画内ではシーサンダースという名前だったよ。どのパートも自力が問われる高難度譜面だよ。ドラムは剣を刺す音など、童貞打楽器とは結びつかないような音を鳴らすノーツもあるんだ。そして語る上で外せないのがラス殺しだね。曲が終わったと思って油断したところで、この曲で一番難しいフレーズが来るんだ。忘れないどころかしっかり身構えてても難しいよ。ムービーも曲の雰囲気も RPG のラスボスをテーマとして作られたこの一曲、今でも十分歯応えのある曲なので、ぜひ遊んでみてね。そしてラス殺し、続けて V2 のエクストラからキャプティベイト、裁きだよ。この曲は当時からいろいろと話題になってたんだ。作曲は DJ 吉高、 B マニにおいて多数の人気曲を生み出したコンポーザーでありながら、サウンドだけにとどまらずプロデューサーを経て2024年現在で常務執行役員となっているんだ。この曲が出た当初はギタドラに DJ が投げ出すなんてみたいなことも言われてたけど、逆にゲームだからこそできるジャンルであると思うよ。ギターとドラムの譜面だけど、ボス曲としてはだいぶ平坦な譜面なんだ。普通の曲と大差ないかも。しかし譜面において大きな話題になるのが、今流れているベース譜面なんだ。こちらもサビ以外は平坦というか、むしろスカスカで B メロに至っては1ノーツも来ないんだ。しかしこのサビだけ密度が高くなるんだ。ベースの312ノーツのうち161ノーツがサビに集約されていて、そこだけでランクどころかクリアできるかどうかさえ決まってしまう恐ろしい譜面なんだ。曲名や歌詞をなぞってこの地帯でぐだってしまうことを裁かれると言われ、数々のプレイヤーが裁かれてしまったんだ。そんな個人差爆発の譜面でありながら、当時の難易度が多少過ぎたのも話題になったね。その結果 V3 で大幅に情報修正されたんだ。現行譜面でもこの尖った譜面は健在だから、裁かれてみたい人はどうぞ。もう一つはアタランテ、人気曲ドラゴンブレード系統のインストだよ。先ほどのキャプティベイト裁きは速さがあったのに対し、こちらは少し遅めでテクニカルな譜面になってるね。遅めの基本的な譜面ではあるんだけど、途中で5連符という難解な速度も跳ね回しもあり、遅いから簡単というわけではないんだ。難しいのはギター譜面で3連が印象的だね。ドラゴンブレードの密度を上げたようなメロディを弾かせる譜面になっているんだ。
そして XG2 で登場した原稿譜面では難所とされた3連符5連符はそのままに2連だったメインメロディが全てばらけて全体難へと負けてしまったんだ。またドラゴンブレードやリザートローズと比べジミーさんによるオルガンが入りより力強く圧のある音になったんだ。こちらもよく聞いておこう。ビタドラ V2 のアンコールはモデル DD7 だったんだ。この曲は昔のコナミのアーケードゲームメタモルフィックホースのステージボス BGM コロシアムの女悪魔のアレンジなんだ。今までの DD シリーズに比べると難易度はおとなしめ。そして DD6 に引き続き変拍子ではないデイドリームなんだ。とはいえ DD シリーズだけあって簡単ではないよ。でも当時のスキルに絡みづらいことと嫌でもこの後に紹介するプレミアム曲と比較されてしまったことからちょっと不遇だったかな。前にも話したけど攻撃的なベースが好きすぎるので難易度とか度外視で一度遊んでみてほしいな。ギタドラ V2 のラストはオーバーゼア。先ほどのキャプティベイトさばきとアタランテをエクストラでパーフェクト率 98% 以上で出現するプレミアム曲だよ。神秘的なピアノからゆっくりとした長めのイントロ、その中でも荒れ狂う泉さんのギター、そしてイントロを抜けると速さもテンションも上がっていくメインパート、ここからボス曲たる難しさが前面に出るようになりプレイヤーを襲ってくるんだ。名義はボックスとあるんだけどその正体は先ほどのエンシェントブリーズも手掛けた小野秀幸、ベースは小江塚さん、サックスはジミーさんがそれぞれ参加しているんだ。続けて譜面についてかいつまんで説明するね。ドラム譜面は振り回しが多く叩き損ねる配置が随所にあるんだ。アドバンスド譜面以下とエクストリーム譜面以上でドラムパターンが違っているんだ。下位譜面だと刻みが主体になってるんだけど上位譜面だと振り回し主体で高速連打やご利用しもありかなり難しい譜面なんだよ。ギター譜面は緩い速度とはいえメロディーに沿った運指オルタが出てくるんだけど、曲の後半のギターソロになると当時としては規格外の BPM250 の16分オルタが登場するんだ。この速度が70連以上続くようなオルタがなくギターフリークスにおける高速譜面はこの曲を皮切りに増えていくことになるんだ。そんなギター譜面だけど V2 では難度値が93だったんだ。しかし自作 V3 のロケテストでなぜか70台というびっくりレベルになってしまっていたんだ。でもちゃんと製品版では90台に戻ってて安心。ここから V3 に入るんだけどこのバージョンからエクストラのシステムが大きく変わるので曲のお話の前にシステムのお話をするね。 V2 まではバージョン内での更新がなく最初からボス曲が全て出揃ってたんだよね。なのでボス曲が固定されていてマンネリ化してしまっていたんだ。音楽ゲームの花ともいえるボス曲の問題点を打破するため V3 では定期的にボス曲が追加されるエクストララッシュという新システムを取り入れたんだ。エクストラレベルというのがあり定期的にレベルが上がるんだ。レベルが上がるとアンコールだった曲はエクストラになりアンコールでは新しい曲に変わったんだ。そしてボス曲解禁も従来のスキルポイント解禁から各曲のパーフェクト率で解禁するという条件に変更されたよ。エクストラレベルが上がると解禁条件のパーフェクト率も緩和され最終的には無条件解禁する曲も出てくるんだ。このシステムはマンネリ打破に貢献し V3 の評判を大きく上げた要因になったんだよ。そして記念すべき1曲目はマイクロフィンだよ。ロッテンブロッジは朝木おじさんが手掛ける英詞ボーカル曲において使われる名義でこの曲が1曲目だったんだ。聞いての通りのスローテンポの癒される曲でボス曲とは思えないほど簡単なんだ。それゆえアンコール進出で選んでた人も多かったけどこの曲が無条件解禁して進出に使えなくなり泣いた人は僕だけじゃないはず。アンコールはパープルストームトリックトラック名義の曲で今回は紫がテーマだよ。ワルツのリズムが心地よいけどやっぱり技巧派インストなボス曲なんだ。ドラムは振り回し主体の横に広い譜面なんだ。とはいえ BPM120 なのでご利用しでも追いつけるからそこまで脅威にはならないんだけどクロスで叩けたらむっちゃかっこいいよね。ベースも心地よいワルツのリズムを程よい速度の運指オルタで弾かせてくれるんだ。ギターが難しいのでスキル的にはこちらに入れる方が多かった印象だね。そして動画にも流れてるけど一番ヤバいのがギターだね。前半はメロディーを弾かせるような感じでレベル90台としては緩めなんだけどこの譜面が牙を剥いてくるのは後半のギターソロからなんだ。ギターソロでは16分換算 BPM240 の高速オルタが出てくるんだ。先ほど紹介したオーバーゼアより若干遅いもののこれが2連で出てくるので引けを取らない難しさなんだ。高速オルタ譜面はふわはまりしてしまうとゲージが一気に削られてしまうんだ。今でいう OK 判定に該当するんだけどそちらはゲージが減らないため高速オルタは昔の方が厳しかったんだよ。そしてラストにダメ押しの高速オルタ。
なおオープン譜面では高速の中に1個だけオープンが混じってているより難しくなっているんだ。さっきも触れたけど、稼働中にアンコールの曲が変わるというのは当時のビーマニとして悪いのない話でかなり衝撃的だったんだ。その1曲目として出てきたのがこちらのアルケーだよ。ドルミールということで、クリムさんの可愛いボーカル、可愛い曲調ながらボス曲らしく激しいギターや難解なドラムパターンも出てくるんだよ。ジャケやムービーに出てくるウサギ視点で作られた曲で幻想的な仕上がりになっているんだ。そのためカポップンに移植された際に幻想音楽というジャンル名が付けられたんだよ。そしてこの激しいギターを弾いてるのは朝木おじさん。なので実質的に名教師スイペアの再来とも言えるんだ。速度自体は緩く全体的に簡単ではあるんだけど、最後だけ3連が混じるので注意してね。ウサギのごとく跳ねまくりなリズムで振り回しさせられたり、シレットを利用しく組んだりで高難度譜面に仕上がっているんだ。トモスケさんが譜面を手掛けたそうで意図的に高難度にされていたんだ。ロータもライドシンバルと見立てた配置だったりは名教師水を思い出すね。なおギターとドラムは難しいと言ったけど、ベースは波の曲程度の難しさに収まってるんだ。この曲は最終エクストラに残ることになるので、ベース譜面からアンコ進出などに使った方も多いはず。続いてアンコールとして登場したのはこの曲、ミラージュレジデンスだよ。この曲はムービーが先に作られた上で、それに合わせて作曲する珍しい手法が取られていたんだ。ジミー・イーストのボス曲としては久しぶりの登場で、曲調もお得意のフュージョンなんだ。 BPM 自体はそこまで速くないんだけど、疾走感があり、聴いててとても気持ちいいよ。先ほどのアルケーはドラムが突出して難しかったけど、こちらはギターがレベル96とかなり高難度になっているんだ。ボルタ速度は16分までなんだけど、メロディーに沿った単色運指が難しいんだ。ギターフリークスにおける運指オルタによる高難度化は増えていくことになるんだ。今までも運指が難しい曲は結構あったけど、この頃から顕著になっていったんだよ。ドラムはレベル79のレベル相応にテクニカルな譜面だよ。イントロのシンバル連打や変拍子によるリズム難はあるけど、気持ちよく叩ける譜面なんだ。個人的にはやっぱりベースがおすすめだよ。音のスケベさが随一なので、ぜひプレイしてほしいね。最後の1ノーツのポーンがとてもいい。そしてこの曲をもっていよいよプレミアムの登場だよ。 DD シリーズに続いてフェアリーテイルスのシリーズ化モデル FT2 が出てきたんだ。これには歴代のプレイヤーもびっくり。フェアリーテイルスの続編ということで華やかな雰囲気の曲だよ。ビジュアルもイタドラ曲からのゲスト出演もあるんだ。またまんまる猫キャラのネズは画発登場したのもこの曲なんだ。この頃にマイクロフィンが通常解禁したんだ。本来無条件解禁は喜ぶべきなんだけど、エクストラ専業曲で選べなくなってしまったから、実質アンコール進出の難易度が上がってしまったんだよ。譜面はギタドラともにフェアリーテイルスを順当に高難度化したような譜面になってるんだ。難しすぎずでやりごたえある難易度なんだ。しかしこの後恐ろしいことになるとは。そして最終ボス、先ほどのモデル FT2 にギターを1本加えてドラムパターンを魔改造されたミラクルバージョンが満を持して登場したんだ。ムービーもキラキラさが増えたり、フェアリーテイルスに登場した妖精も登場して豪華さも増し増し、まさにプレミアムにふさわしい一曲なんだ。譜面の解説をする前にシステムの話をするね。これまでいい意味で異例続きの V3 だったけど、異例さが目立ったのがこの最終プレミアム曲だよ。まず譜面がエクストリームしか存在しないんだ。V3 ではエクストラをアドバンス以下にプレイしてしまうと、パーフェクト率で条件を満たしてもプレミアムではなくアンコールに進んでしまうんだ。最初に触れたけど、 FT2 からギターが1本追加されていて、そのパートがベース譜面に割り振られているんだ。なのでギターパートと2人でやるとツインギターで掛け合いが楽しめるんだ。なおギターはノーツ数や弾く音は FT2 と同じで、運指がより厳しくなっているんだよ。ドラムも譜面パターンが大きく変わっていて、登場時はレベル99だったんだ。約100秒の長さに1314ノーツという終始超高密度かつ連バスやタム回し、泉さんの曲に頻発する5連符など難しい要素がどれでもかというほど出てきてたんだ。9譜面でも大概だったんだけど、ペダルが増えたりタムパッドが増えた現行ではより厳しくなり、現行マスター譜面では最高難度値の 9.99 の譜面となっているんだ。昔は各パートエクストリームしかなかったけど、現行では程よく難易度が抑えられた下位譜面もあるので、ぜひ挑戦してみてね。サブタイトルがついたギタドラ V4、 まさかのペダ曲がエクストラに登場したんだ。そういうわけでこのレボリューションが1曲目のエクストラ曲だよ。サブタイトル
ダブルロックを再現するような曲で稼働から人気の高い曲だったんだ。なおゲーム収録自体はギタドラ V4 が初だったんだけど、お披露目は2005年1月に行われたビートマニア 2DX シークレットライブ2という完全招待制のイベントで書き下ろし曲として演奏されたんだ。それから幻の曲と言われていたんだけど、3年半余りの日を経て2008年にゲーム収録、しかもギタドラに入ったと知った時は懐かしさと歓喜が込み上げたものだよ。そんな中の人の師匠は置いといて、譜面は曲調通りのストレートなロック譜面だよ。テンポこそ速いものの癖が少なくパーフェクトも出しやすいよ。どのパートも実量譜面ゆえにリレイ下の素養数も多く、前半でのアンコール進出に重宝されたんだ。気をつけたいのはギター譜面のラストなんだけど、16ブオルタから3連符のオルタになるところでハマってしまうと大きく落としてしまうことくらいかな。後物量なので体力切れしないよう気をつけてね。テラのファーストアルバムタイトルがエボリューションなんだけど、実はこの曲は入っていないんだ。エボリューションが収録されたのはセカンドアルバムのエボリューションなんだ。ちょっとややこしいね。初期エクストラ曲がもう1曲あって、それがこのジグザグライフなんだ。この曲を語る上で外せないのがこのコミカルなムービーなんだけど、原稿では見れないのが悲しい。前作同様で次元解禁することになるんだけど、この曲からアンコール進出するにはなかなかテクニカルで腕を焼いた人も少なくないはず。 BPM は131とボス曲としてはだいぶ緩めなんだけど、その分テクニカルな要素で難度が上がっているんだ。特にドラムはリズムが取りづらく、しっかりと理解しないとなかなかパフェが取りづらいね。ギターもギターでメロディーを弾かせる譜面だけど、前作のミラージュ、レジデンスに比べれば長いオルタも楽。運指が苦手でもスーパーランダムで乗り切れてしまうので、そこまできつくはないかも。アトレーニよりベースの音がスケベなので、ぜひプレイしてほしいね。ギタドラ V4 の最初のアンコールはこちら。月光町や木戸に次ぐのような BPM210 前後の朝日ボーカル曲なんだ。譜面傾向は月光町に近いかな。ギターは2色も混じる8分音指なんだけど、それだけで85と何度値にしてはかなり優しい譜面だったので、スキルに入れてた方も多いんじゃないかな。ちなみに V5 でしっかり下げられてたけど、しゃあない。ドラムも譜面こそ比較的単調で難しくないものの、210という BPM が難しさにつながっているんだ。スキルとカレンダーが抜けることもあり、コンボや達成率が伸びにくい傾向にあるね。どのパートもパフェは出しやすいので、エクストラになった時にアンコール進出に選ばれることも多かった印象だね。歌ってる内容とムービーの右に出ている歌詞と下に出ている絵詞と内容が全て違っているんだ。興味ある方はぜひ見比べ、聞き比べしてみてね。2曲目のアンコールは中村さんのスラングだよ。ここ数作の中村インスト曲とは毛色が少し違う、シンプルでストレートなロックインストなんだ。疾走感があるムービーもいいね。ドラムとベースに関しては特に変哲のないスタンダードな譜面で、なおかつこの曲は最終エクストラに残ったんだ。そのため今作のアンコールやプレミアムアンコールの進出にも選びやすかったんだ。ギターはメロディーをなぞるような2連4連で、時たま運指オルタも混じる譜面になってるんだよ。部分的に高速3連も含んでいて、一筋縄ではいかないんだ。アンコール3曲目はプライムライトだよ。前作エルドラドでデビューしたタグさんによる疾走感がより増した爽やかフュージョンだよ。 BPM 自体は138とさほど速くないのに、このスピード感、ギタドラの公式ライブでも演奏されてましたが、ほんと最高です。さて譜面のお話だけど、どのパートも前作 V3 のエルドラドを軟化したような感じなんだ。ギターはメロディーに合わせた運指オルタが多く、苦手な人はとことん苦手なタイプだね。ベースも運指が難しいけど、ギター2択連打が鳴る分、ダウンでも掘り寄せる譜面だったんだ。あとスラップベースの音が最高なので、ぜひ耳を傾けてほしいな。ドラムは刻みありつつ振り回しもあるんだ。裏バスも多いし、アクセントを表で取ったり揺られて、2人でリズムが崩れやすいから注意が必要だよ。だけど叩けるととても気持ちいい譜面してるんだ。V4 のプレアン1曲目として登場したのはモデル DD8 だよ。今までの DD シリーズとは違って、泉さんのアルバム「ヘブンインサイド」で先に収録され、その後ギタドラに収録されたんだ。このモデル DD8 はゲストとして世界的ギタリストマーティ・フリードマン氏が参加されたんだ。この曲の後半には泉さんとマーキさんのギターソロバトルがあり、掛け合いがすごくかっこいいんだ。凄腕ギタリスト2方が揃ってるだけあり、ギター譜面はかなり難しいんだ。BPM はそこまで速くないけど、運指オルタあり、3連符ありの総合コウ難度譜面になってるんだ。ギターソロは1人でお二方のソロを弾くことになるよ。ドラムは DD シリーズの割には楽で、レベルも初出82、
それもかなり簡単な部類で V5 から74まで引き下げられたんだ。裏バスがちょろっとあるくらいの並な譜面なんだよね。実はその譜面をほぼそのままコピペしたのが XG2 で登場した現行譜面なんだけど、ギタドラ X チェーンでマスター譜面が追加されてフラムや細かいフィルが増えて軟化したんだ。最終プレアンはクロさんの一網打尽だよ。余談だけどバージョンによって表記揺れしてたプレミアムが今作からプレミアムアンコールと呼ばれるようになったんだ。クロさんのデビューしたバージョンにしてギターフリークスにおいては難度値98と超高難度譜面で登場したんだ。ドラムも難度値93と難しいけど実は正統派の譜面で無茶もないんだ。ギターフリークスにおいて運んだ高難度譜面でも仮の姿であって XG で現行の譜面で登場するんだ。超高速などはないものの全譜面で猛威を振るっていて、人体の構造を無視したような配置をオルタにバンバン混ぜてくるんだ。そこからさらに高速3連やその速度での原子オルタもありで最高難度値 9.99 と付けられているんだけど、それでもまだ足りないと言われるくらいなんだ。個人的には 12.9 くらいあってもいいね。そんな譜面が XG 稼働日から収録されていて、なお現在でも難攻不落の譜面として恐れられているんだ。波の虹ネームは愚かスキル9000でもクリアですが厳しいとも言われる。恐ろしい子だよ。ベース譜面や海難度譜面も尋常じゃない難しさで、ギタフリの8譜面のうち5譜面が9台で相応に難しく、残りの3譜面も8台が2譜面、一番簡単なはずのベースのベーシック譜面も一筋縄ではいかないんだ。デビューバージョンでインパクト絶大なボス曲を書いた黒沢大輔さんがご自身のチャンネルでこの曲についてのお話をされているので、ご興味ある方はぜひ見てほしいな。ここからは歴代の傑作と語る方も多い V5 に入っていくよ。そう言われた要素はいろいろあるんだけど、一番の要因は V5 のエクストララッシュにあると思うんだ。最初の曲はデュナミスだよ。稼働当初は前述の一網打尽とこの曲でアンコールを目指すことになるんだ。正直言ってだいぶきつかった。千本松さんの初ボス曲にして V3 でのデビュー曲であるアクシスを継ぐような曲なんだ。実際にこの曲の課題をアクシス2としていたようで、曲後半にアクシスのフレーズが使われている部分があるんだ。ドラムの譜面は序盤からフィルや変則的な刻みが登場し、中盤では変拍子にタムも絡んでくるんだ。なお現行の譜面だとバケラッタや8部 LP も増えていて結構難しくなってるよ。そして問題はリター側、強引にウンシオルタをねじ込んで難易度を上げていく傾向がより加速していくんだ。難度値90超えが当たり前のように出ていてインフレを感じてしまったね。最初のアンコールはフォースインターバルビルドだよ。前作の一網打尽よりはテンポが遅めでダークな曲調だけど、変拍子がマシマシになっていてよりリズムが取りづらくなっているんだ。曲名の元ネタは4度体積なんだ。音楽用語で完全4度の音程を主体とした和音のことだよ。クロさんお得意のプログレ曲でこの4度和音を使うことでふわっとした不安定さが表現されてるんだ。音楽的には難しいけど譜面としても相応に難しく、乗りづらいリズムや裏バス、裏の運指切り替えがある。とにかくテクニックを要する譜面なんだ。ドラムはラストで振り回し2連もきつい。そして V 時代だとそんなでもなかったんだけど、 XG にてこの曲の譜面が大化けすることになるんだ。ドラムは LP の追加やタムの配置変更で運動量が増えていろんなスキルを求められる譜面になったんだ。ギターも2連だったのに階段音主体となり、一網打尽よりはマシとはいえアドバンス譜面以上が軒並み高難度になっていく。どの譜面もテクニカルになってしまったんだ。2曲目のアンコールはバネッサ転生編だよ。もともとはビートマニア 2DX14 ゴールドからのアレンジ移植なんだ。元機種における原曲のインパクトがそもそも強くギタドラへのアレンジ移植は意外性と呼んだんだ。原曲や試作名義のコントラクトなどで曲中になる印象的なギターの音で作られており、ギター譜面ではちゃんと弾かせてくれるんだ。元機種では3連符の階段譜面なんだけど、ギター譜面は再現したかのごとく階段譜面なんだ。3連符により拍が取りづらく、見た目より難しく、一度崩れるとゲージも持っていかちゃうんだよ。ドラム譜面は12ビート刻みや振り回しなど高難度になりがちな譜面ではあるんだけど、コンボキラーとしてスネアとタムのご利用しがあるんだ。16部換算で BPM137.5 の12連足す1と長く苦手な人にはかなり厳しいんだよ。ムービーも舞台色かと思わせておきながら、最後のサビで転生変化で変化があるので、これを見て次の曲に行こう。
3曲目のアンコールは玄武だよ。ジミーさんお得意のフュージョンだけど、いつもよりはちょっと早めなんだ。さっきのマネッサでもそうだったんだけど、ギターコントローラーと家庭用のドラムコントローラーが出てくるユニークなムービーなんだ。スピード感があって見てて楽しいので、ぜひ見てほしいな。テクニカルな譜面はいつものごとくだけど、ギターは長い16部はないので、スパランもありなんだ。ベースはさらに盛り押しができるリズムだから、アンコプレ安心室にしやすかった印象だね。ドラムもテクニカルで簡単ではないけど、物量もあり、バネッサと比べると伝部の方がやっぱり進出しやすかったね。自作 V6 でアイシクルスが移植された時はアレンジがクロさんだったんだ。ギタドラに書き下ろし曲という意味では、この曲がジミーさん最後の曲になってしまったんだ。次のアンコールは泉さんのブルーフォレストだよ。例によってダークな雰囲気の変拍子でアコギ主体のプログレなんだ。アンコプレアンと2段構えになったギター10ドラム級からシステムがリニューアルされる前の XG3 までほぼ毎作と言っていいほど最終アンコールを担当される泉さんだけど、この曲も例に漏れず最終アンコールになったんだ。奇数の変拍子が全編にわたっており、リズムを取りながら聴こうとするとすごく難しい。ギターパートでは全譜面で不拍子のリズムを基調としており、オルタも容赦なく絡むのでオルタが迷子になっちゃうんだ。余談だけど、紫譜面より赤譜面の方がむずい。困ったことに現行の譜面でもその点は変わっておらず、解難度のノーツ数も全て同じなので、どの難度でも不思議リズムを味わえるんだよ。ドラムは最悪目をし、ゴリ押しでなんとかならなくもないので、そこは救いかもしれないね。けど局所的に振り回されたりダブルを強いられたりで侮れない譜面だよ。さあ、いよいよ来ちゃったね。アンチドグマ V5 のプレミアムアンコールとして登場したんだけど、朝日、高難度、完成度の高いムービーと、そして進出時の背景演出が動画になり、すごい盛り上がりだったんだ。むずくてごすいのというオーダーを元に作られたこの曲。ギターもベースも当たり前のように運指オルタをねじ込まれ、インフレがひたすら進んでいくんだ。特筆すべきはドラム譜面の難しさで、今までの99とは違う正統派な99って感じの譜面なんだ。高速ロールや円バス、高5難フィルなどのドラム側にも何度もインフレが訪れたんだ。また当時の最多のオツ数も大きく更新したんだ。この時点でもだいぶ衝撃だったんだけど、本来は簡単になってるはずのアドバンス譜面でも93度で、他当時では最高難度値だったんだ。もちろん譜面もエクストリームよりは楽だけど、相応に難しいんだよ。曲やムービーの完成度も高く、 V シリーズで最高のプレミアムアンコールと言えるほどの展開を見せ、プレアンクリア称号、ベストライナー、表に入り、今作も打ち止めかと思われたんだ。でもこの流れはもう少し続くんだ。インフィニティステージ。ギタドラ V5 の最終ボス、ロックツインフィニティだよ。条件に少々手間と実力が必要になってくるんだけど、乗り越えてこのステージにたどり着いた時のテンションがまさしくインフィニティだったんだ。まず前提条件から話をしていくね。今作はエクストララッシュの経過で V シリーズ9、4作のエクストラ曲が再びラインナップに追加されていったんだよ。その曲をパーフェクト率 95% 以上でクリアすると、そのバージョンに対応したプレアン曲がスペシャルステージとして出てくるんだ。そのスペシャルステージをクリアするとメモリアルなんとかという称号が手に入るんだ。ちなみに先ほどのアンチドグマが V5 枠のプレアン称号になり、全国の称号を集める必要があったんだ。それとは別にアンチドグマの解禁も前提条件になるんだ。さっき話した通り、ギタドラ屈指の最高難度のメモプレアンにてパーフェクト率 98% 以上という消費者懲役になりかける2条件が必要だったんだ。メモリアル称号の取得、アンチドグマの解禁、この状態でエクストラに進出すると金文字のアンチドグマが出現したんだ。このプレアンスが全体において裏ボスへの道を開く感じ、ゾクゾクした思い出、そして厳しい条件をくぐり抜けた先に待っていたもの、それがインフィニティステージだったんだ。オート系オプションやランダムも使えない最終ボスにふさわしいやつ、テーマに沿った演出なんだよ。特にエクストリーム譜面で進出すると難度値がインフィニティになる激アツ演出があるんだ。しかしエクストラがアンチドグマと非常に高難度だったので、それこそトップランカーじゃないとお目にかかれなかったんだ。ちなみに失敗するとブルーフォレストに行くよ。譜面もそんなラスボスにふさわしく超高難度なんだ。エクストリーム譜面は全パートレベル99、ギターベースオープンともにひらすら16部の超物理をかつ3パートで方向性の違う難しさを持ったオチ譜面だよ。ドラムももちろん99だったんだけど、こちらは少々特殊でベーシックが88、アドバンスが96と、ハイ難度としてはありえないほど難しくなっているんだ。もちろんその難度値相応の難しさを持った譜面で下の難度だからといって逆差症とは到底思えなかったよ。ベーシックはインフィニティを示す無限大記号を90度回転させ2つ並べて88、アドバンスは69を引きにした96、エクストリームは難易度上限である99、あらかじめランド値を決めた上で譜面が作られてた結果、いろいろな意味で前例のない構成になったんだろう。そんな苛烈なインフィニティステージをクリアすると、エンディングとしても1ステージ登場し、スタッフロールが流れる曲をプレイできたんだ。最大6曲遊べるとは。最高の盛り上がりで締められた V5、 続く V6 も最初のエクストラからロマサガ
東のゲーム音楽で知られる伊藤健二さんの手掛けるオーバーザリミットがリリースされたんだ。まさかの著名サウンドクリエイターの参戦に騒然したね。ギターは黒さんが弾いており、 RPG の BGM にありそうな熱い曲なんだ。ギターはメロディー弾かせたり多少テクニカルな譜面になっているんだけど、ベースとドラムは刻み中心のボス曲にしてはだいぶ緩く精度も出しやすかったんだ。最初のエクストラがこの曲と先ほどのロックツインフィニティだったので、うまいランカーを除いてこの曲からアンコール進出を狙うようになるんだ。通常解禁されるまでは大変お世話になりました。あとこのバージョンからアンコールの進出条件がギターとドラムで再度統一されたんだ。アンコールはパーフェクト率 95%、 プレミアムアンコールはパーフェクト率 98% となっていて、ドラム側からしたらちょっと難しくなっちゃったんだ。そして V6 最初のアンコールは風神雲流伝だよ。98って誰やねん。96人を足したのはなんだみたいな反応があったけど、その正体が王子の語呂合わせで小泉さん作曲、ギターが黒さんなんだ。リズムがパープルストームに似ていたこともありわりとすぐに感づいた方も多かったそう。実際に黒3番とリップトラップみたいな感じであって、このタップでは風インストが何曲か出てくることになるんだ。前述のパープルストームに近いのは曲だけでなく譜面傾向もかなり似通っているんだ。というか思えば大体パープルストームという説明で全部済んでしまうほど似てるね。この頃から XG に向けた準備がすでに始まっており、 V6 では HD ムービーに対応した曲が多く出ているんだ。またオフライン化を考慮した上なのか、初っ端なのにアンコール演出があるという豪華さもあったんだよ。2曲目のアンコールはドリブンシューターだよ。猫又さん初のギタドラ曲にしてアングラエキゾチックなインスト曲なんだ。ムービーにもその雰囲気が現れているね。猫又さんといえばかつてギタドライブ2007でパーカッションとして参加してたのもありだ、楽器の音作りが凄まじいんだ。またベースの音もなかなかえぐくて個人的には好き。まあこの曲のゲーム面での特徴といえば、やはりギターの後半にある8小節にもわたる高速3連地帯だよね。16部換算にして 262.5 の3連高速オルタが容赦なく襲いかかってくるんだ。しかも時折16部に減速もするので弾きすぎないよう注意。困ったことにアドバンス譜面でもこの高速が残ってるんだけど、こちらは9連で切り替えなので結局奇数高速には変わりなく難しいんだよね。それと当時は OK 判定ではなくとは判定があり、ゲージが削られるので高速譜面が難しく感じられたんだ。そんな衝撃的な譜面だったためか、こんなコピペ会見がなされてしまったんだ。3ボタンのリターンフリークスにおけるデバイスの限界をひしひしと感じさせる譜面だったね。そんな衝撃譜面、行くぞー。続いてのアンコールはオルナッツだよ。ギタドラにおいては諏訪さんのボーカル曲で参加してたけど、ここに来て初のインスト曲で登場したんだ。スタイリッシュなギターインストで BPM こそ136とそこまで速くないんだけど、そのわけかなりテクニカルな譜面になっているんだ。特にギターに関してはグッドクールさんに泣く。現段階での自分のギターテクニックを全て出し切っている。らしく、ゲーム譜面もしっかりと高難度なんだ。いろんなタイプのオルタを要求される総合的な自力譜面といった印象だね。ベースは多少緩いとはいえ難しいことには変わりないんだ。ドラムは当時76とボス曲にしては難しくなく、こちらもレベル相応の自力譜面という感じだったんだ。ギタドラ V6 のエクストララッシュなんだけど、ギターはこの時点ですでに95超えが2曲。風神も80ながら高速があり、前作以上にインフレが進んでしまっているんだ。逆にドラム側はここまで70台と抑えめだったけど、この後から徐々に難度が上がっていくんだよ。次のアンコールはクロノスだよ。ギタドラ V6 を代表する人気曲で DDR やビートマニア 2DX などいろいろな機種に移植されたんだ。変拍子が特徴の綺麗な曲調で、あまりボス感はないんだ。物量や速度で難易度を上げるタイプではなく、拍子で惑わせるようなタイプなんだ。乗りにくいはずなのに自然に聴けてしまう不思議な曲だね。ギターもベースも運指主体で簡単ではないものの、先ほどの2曲に比べればだいぶ異常な譜面なんだ。 BPM128 と控えめなので最悪ごり押しでもか。個人的に特筆すべき点はドラム譜面で、弦譜面において紙譜面なんだ。
やはり星曲だけあってベーシック、譜面でも765ノーツあり変拍子も相まって簡単な曲のエクストリーム、譜面くらいには難しいんだ。ベーシック譜面は8分刻みが中心で簡易化されてるもののフィルもしっかりありドラムの楽しさが感じられる譜面だよ。アドバンス譜面は先ほどのベーシック譜面を肉付けした感じでドラムマニアというゲームにおける完成型とも言える神譜面なんだ。クラシック譜面で入っているのでぜひ遊んでほしいな。 V6 からボス曲が増えてきたんだよ。その関係でこの曲から最終エクストラ曲になっていくんだ。そして最終エクストラのもう一曲は恐怖の脳改革だよ。先ほどのクロノスと初意をなすようにダークでかっこいい変拍子プログレ曲なんだ。長い繰り返しのベースラインから始まるんだ。そしてドラム、ギターと順に入って息盛り上がっていくんだ。作曲者のクロさんはこの曲をメモリアルな曲と話していて曲紹介動画を出されているのでチェックしてみてね。生演奏が豪華なロングバージョンもあるんだよ。ドラムはレベル91で登場した小ゴリ押しがありつつもレベル以上に難しいといった感じはなく無理のない配置のプログですね。とはいえ交互で回そうとすると突っかかる部分もあるから時折ダブルを入れていかないと叩きづらくなっちゃうね。ギター譜面はイントロでの繰り返しで集中力を奪いそこから総合力が問われる譜面が展開していくんだ。94の割にはアンシオルタの要素は高くないのでスキルは取りやすい部類だったんだ。なんとなくだけど雰囲気も一網打尽を彷彿とする感じで譜面もジェネリック一網打尽みたいな構成なんだよね。ムービーも生々しくありつつかっこいいのでこちらもぜひ。さて、いよいよ V6 も最終版だよ。最終アンコールはジャンゴなんだ。当時今までに作ったことがなかったということで挑戦という意味合い含めてこのフリージャズが作られたそう。ピアノにジミーさんを迎え、まがまがしく攻撃性のあるジャズがボス曲として立ちはだかったんだ。ムービーにも泉さんやジミーさんという人が激しく演奏している姿が見れるんだ。譜面もやりたい放題といった感じでギター側は当たり前のようにギターオープンともにレベル99、そのレベルに偽りなくウンシオルタや高速などがあり自由な譜面でプレイヤーを苦しめたんだ。ベース譜面はギターより一つ軽めではあるんだけど序盤と終盤のウンシオルタは残っており容易ではないよ。アドベースの音がとても攻撃的で一丁の価値あり。ドラムも当時のレベルが97と高く3面のシンバルが多くその中で細かいスネアやタムなどを叩かせたり、はたまた5連符や6連符などの高速フィルも出てきてこちらも自由極まりない譜面になっているんだ。当時レベル97でも詐称だったな。ラストを飾るのはザーナだよ。アンチドグマに引き続き朝日おじさんの曲が今作のプレアンとして立ちはだかることになったんだ。アンチドグマとは違い変拍子こそないストレートな曲だけど BPM はこちらの方が速く疾走感のあるインストボス曲に仕上がっ、ギターパートは高速要素こそほぼないものの運指に特化した譜面になってるんだよ。とはいえちょくちょく難しい配置はあるけどこの時期に乱発されていたレベル90代後半にしては比較的おとなしい譜面になっているんだ。しかし終盤では単色や2色3色交えた16部のウンシオルタが4小節ほど続くんだ。この部分がこの曲で一番難しいとされる場所だね。ベースはウンシが少し緩くなる代わりに物量化されてるんだ。これもアンチドグマと似たような傾向なんだけどギター同様終盤4小節のウンシオルタがあるんだ。当時のレベルは98だったけど物量で体力を奪われてる分ベースの方がきつかったという声もちらほらあったよ。ドラム譜面、前半はスネアやタム中心の振り回し譜面で時折出てくる高速3連符がいやらしいんだよね。クリアするだけなら適度に流していればいいんだけど達成率やコンボ狙うなら拾っておきたいところだね。おとなしかった前半を抜けサビに入るとこの曲を語る上では外せない最大の特徴である恐怖の乗り足3連ガス地獄が始まるんだ。さすがに現行では左右に割り振られてるものの当時は全部片足という力押しな譜面だったんだ。シンプルな譜面がゆえに訳は分かるものと呼ばれていたよ。中盤のサビを抜けると回復できるフレーズがあるんだけどその部分の抜けのゴリ押しからまた3連バスが出てくるんだ。ラストはさらにひどくなっていてシンバルまで3連になったりその合間にスネアタム同時を絡ませたりからの高速フィルはクリアするだけでもかなり厳しかったんだよ。ちなみに前作のインフィニティステージ同様この曲をプレアンでクリアするとスカイがブレイジングステージとして登場するんだ。名称はサブタイだけどエンディングだったんだよ。強引なウンシオルタやフィジカルを求められる高速オルタ、そしてデフォルメされている筐体に対して詰め込みすぎとも言える高速連打などギターもドラムも高難度化に対するデバイスの限界が顕著になっていたんだろうなと感じたバージョンだったね。次回は新しい筐体で一点
ゲーム性が大きく変わった XG シリーズのボス曲を紹介するね。ご視聴ありがとうございました。またね。